ラグビーカナダ代表の DTH ファンデル・メルバ選手が日本で経験した感動話が海外でも話題になっていました。皆さんこんばんは、日野本真子です。今回はラグビーカナダ代表の DTH ファンデル・メルバ選手が投稿した感動のツイートの話題です。違うことを成し遂げることができた。カナダ代表の DTH ファンデル・メルバ選手をはじめとしたカナダ代表の選手たちは、岩手釜石市で予定されていた試合が中止になり、台風の被害があった釜石市で清掃のボランティアを行っていました。そんなファンデル・メルバ選手が成田空港で、成田空港から 530km も離れた釜石市のことで何度もお礼を言われて感動したと語っています。そのツイートの翻訳がこちらです。成田空港に一人で座ってるだけだけど、またしても日本のやり方に驚かされたよ。グループや空港スタッフ、一般人が4回近寄ってきて、昨日は釜石を助けてくれてありがとうって言われたんだ。釜石は 530km も離れてるから、どれくらいすごいことかわかるでしょ。どれほどカナダ人であることが誇らしく嬉しく思えたか言葉にできないよ。被災者を助けた仲間たちみんなに最大の感謝を伝えたい。俺たちの目標は達成できなかったかもしれないけど、結果は残せたよ。そんなカナダのエース DTH ファンデル・メルバ選手の感動エピソードに、海外からは多くの絶賛の声が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。これこそラグビーが何たるかだよ。俺たちの誇りだ。助けられた恩は必ず感謝されるし忘れられないよ。お互いを助け合ういい人間のパワーと価値だ。アイルランドのニュースで見たよ。助けが必要な人たちのために駆けつけたカナダチームはよくやったね。昔からカナダは好きだったけど、余計に大好きになったよ。ラグビーワールドカップ2019でプレーしたカナダ代表が誇らしい。強いチーム相手にすごい試合をしてたけど、台風の後もとどまって助けてたことが一番だったよ。試合以上のことをやってきたね。チームをめっちゃ尊敬するよ。本当にすごい結果を残したね。試合で優勝するよりもすごいかも。ワールドカップを振り返るときは必ずカナダの名前が出てくるだろうし、ラグビーの意味を見せてくれてありがとう。私たち日本人は決してこの親切を忘れない。本当にありがとう。カナダチームがまた日本に来てくれるといいな。いつでも歓迎だよ。本当にありがとうございます。カナダチームに心からの感謝を言いたい。ありがとうは感謝を表す言葉だけど、漢字にはなかなか手に入らないという意味があるんだよ。ありがたいとも言って、日本人はそれだけ貴重なことをやってくれたと思ってるんだよ。本当にありがとう。カナダのラグビーを誇らしく思わせてくれてありがとう。勝利にはいろいろな形があるもんだね。君らは最高だよ。まさにラグビー精神を体現してる。どうかまた日本に来てください。君たちの第二の故郷に。息子が釜石チームでラガーマンをやっていて、釜石のワールドカップ広報事務所で3年ほど働いてる。試合が中止になって悲しんでたけど、ボランティアで会えて喜んでたよ。ラグビーは素晴らしいものだと思ったって。本当にありがとうね。日本に来てくれて本当にありがとうと言いたい。知っての通り釜石は2011年に地震と津波の被害を受けて、先週は台風に見舞われた。みんな打ちのめされて困ってたから。マジ尊敬するよ。一生懸命プレーしてたし、ピッチの外ではお手本になってたね。
君らがやったことを本当に尊敬するよ。決勝には行けなかったかもしれないけど、多大な尊敬を勝ち取ったね。よくやった。熱狂的なスプリングボックスサポーターより。君や仲間たちはよくやったね。2週間前に日本でのアイルランドの応援から帰ってきたところ。アイルランド勝利後のサポーターの優しさは絶対に忘れないよ。一緒にいて嬉しかったし、この美しい国でのあらゆる瞬間が最高だった。正しい時に正しいことをした君らが誇らしいよ。なかなかできることじゃない。今後4年間とフランス2023がすでに楽しみだ。素晴らしい行動だよ。実際の人たちに結果を残すことができたね。以上が海外の反応です。予定されていた試合が中止になり、清掃のボランティアをしたファンデル・メルバ選手をはじめとしたカナダ代表の選手たち、そしてそのことについて心から感謝の気持ちを伝える日本人、スポーツをきっかけに心が一つにつながった感動のエピソードですね。心を一つにするスポーツの力って本当に素晴らしいと思います。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。